はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、皆さんお久しぶりでございます。はい、はい、YouTube ネクストアップに入所しまして、はい、この前まで、クリエイターキャンプ行っておりましたね。はい、今週末にもう2日ありますけれども、はい、かなり忙しくてですね、いろいろ動画投稿ができなくてすいません、本当に。はい、 A ちゃんのね、マイチャンネルスイッチも1個撮ったし、うん、あとマイチャンネル坊主のエピソード3もあるのに、うん、その編集が全然できません。はい、大変申し訳ない。ね、そうです、大変申し訳ないですね。今日はですね、5月25日です。はい、今日はですね、なんとスターウォーズのエピソード4が一番最初に公開された日ですね。そうなの？そうだよ。それと同時にパパのお誕生日、そうですね、39歳になりましたね。はい、はい、ありがとう、ありがとう、エシン君ね、ありがとうね、ありがとうね、はいはいはい、サンキューだね。そうだね、うん、サンキューですね、はい、サンキュー39歳。はい、ということでですね、今日は所属している事務所のウームさんから、はい、贈り物をいただきまして、はい、お誕生日おめでとうございます、ウームよりということでいただいたので、かなり大きなものをいただきましたので、はい、ちょっとこれ開けていきたいと思いますね。はい、実はこのですね、動画は、5月24日に撮影しております。はい、本当はね、これ段ボールに5月25日必着って書いてあったのに、5月24日に到着しております。これ運送業者さんダメなんじゃないの、うん、ねえ、うち的には良かったよ、うん、前日に動画撮れたから。何が入ってんだろう、全動画撮れませんでしたからね。そうそうそう、何が入ってんだろう。お、これはナーフのでっかいバージョン、ブラスター中ばっかのブラスター、うん、これく嘘、おもちゃ入ってたの、はい、まだスターウォーズもの。これはチューバッカのね。お、これこのセットか。チューバッカセット。なんと雑貨と書いてあったので、思いっきりなんかそういう小物だと思ったら、まさかのおもちゃが出てくるとは。そうですよね。すごい。じゃあせっかくだからちょっとセットしてみようか。はい。はい。はい、ということで出してみました。こちらがチューバッカの。お面だね、はい、だけどこれね、口を開けるとこんな感じで鳴るんですね。はい、で後ろにバンドがあって、これで顔つけるんだけど、うん、これ子供用だね、うん、そうだね、エイシン君用ですねこれ。パパこれつけられないよこれ。うわ、痛い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 、あ、いける、あ、いけるか、あ、ダメだ、顎がね乗っかんない、顎が乗っかんないから、よかった。こんな感じでもね、痛い痛い、これ A ちゃんね、ちょっとやってみたらぴったりだったから、ちょっとやってみてください。ほらほら、ぴったり。超ぴったりなんだけど、うん、目の位置も超ぴったり。そしてこれが棒キャスターですね。はい、棒キャスター結構いいね。はい、それで何がいいかっていうと、これ本当にこのゴムで発射するわけですよ。これやってナーフの弾セットして、これちょっと今発射してみるよ。いくよ。こんな感じ。はい、このゴムが本当に飛び出て、うん、弾を発射させる。うん。以前ですね、マイチャンネルウォーズのエピソード2で使ったこのファーストオーダーストームトルーパーのブラスター。これ本当にこうやって引いて、トリガー引いて、発射するタイプだったのね。はい、ただこれはね、壊れちゃいました。はい、残念ながらね。はい、本当に残念。弾が詰まって、そうで、それでいろいろやって、で壊れた。壊れちゃいました。これは本当はね、もったいないことした。棒キャスターは、なんか壊れなさそうだよね。うん、単純な作りだし、ここをセットして発射するだけだから、うん、これ絶対いいよ。なんでこれさ、パパの誕生日に来たんだけど、なんか、エイシン君用みたいになっちゃってるけど、大丈夫ですかこれ。ねえ、なんでだろう。これぴったりしたせいちゃんも。すごい感じ。はい、ということで今日はですね、事務所のウームさんからチュバカグッズが届きましたね。はい、はい、私が今日は誕生日でございます。39歳になりましたので、ぜひ、今日の動画がもしですね、おめでとうって思った方はぜひ高評価ボタンをお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと、 YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。
はい、そしてマイチャンネルはツイッター、フェイスブックページ、インスタグラムもやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。